素敵な方だなっていうあれツッコミどころがたくさんあってみなさまどうぞよろしくお願いいたします。私どもは完成おめでとうございます。さあではお集まりいただいた皆様にまずはご挨拶を頂戴したいと思います。ご紹介をいたします。名前も過去も忘れて覚えていない女性緑を演じられました、小松菜奈さんです。お願いします。はい、皆さんこんばんは。今日は完成披露試写会にお越しいただきありがとうございます。緑役を演じました小松菜奈です。撮影はもう2年前になるんですけど、佐渡島で全部撮影しました。やっと皆様に完成したよと報告ができてとても嬉しく思います。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて不思議な運命に導かれるように緑と出会う青を演じられました松田龍平さんです。お願いします。今日はありがとうございます。短い間ですけどよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはですね小松さんと松田さんにお伺いしたいんですが、お二人は今回初共演ということになりますけれども、小松さん松田さんの印象はいかがでしたか？最初なんか無口の人なのかなって思っていて、イメージはで、まあ、でもすごいおしゃべりかって言われるとそんなすごいおしゃべりではないんですけど、やっぱりなんかその龍平さんのこうなんだろう、こう喋る間だったりとか、やっぱなんかさっきもずっと取材をさせていただいたんですけど、その時とかもなんかツッコミどころがたくさんあってなんかその ボケてくるんですよね常に。だからなんかすごい本当面白い人だなと思って、で現場でもなんかすごくこう初めましてだったんですけどフランクですし、なんか優しくて本当なんかこうなんか常にこうどんとこう構えているので、なんかこう安心感がすごくありました、はい、おっしゃってますが松田さん結構ボケっていかれるんですね。そうですね、いやボケようと思ってるわけじゃないんですけど、気づいたらそういう感じになっちゃってるっていう。でもそういうのを小松さん本当すかさず突っ込んでくれるんで、なんかすごい助かってます。あ、よかったです。松田さんは小松さんの印象は今回ご一緒されていかがでしたか？いやもう素敵な方だなっていうあれ本当ですか？いや本当に佐渡島の撮影だったんですけど、船でね島まで行って、はい、本当カバン一つでフラッと小松さん一人で来て、なんかフットワーク軽くてすごい清々しい人だなって感じでした。ではまずオフィシャルのカメラの撮影から入ります。少し寄っていただいて、はい、美少女すいません、ではセンターご覧ください。そのままいただきます。オフィシャルのスチールになります。すみません、カメラマンの中で一番元気な方が今日は、はい、来てくれています。はい、ありがとうございます。はい、